山田川駅は、京都府相良郡聖火町大和山田正司下河原に、ある、近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は、B23。木津川市との境界上にあり、駅舎の所在地は、聖火町だが、ホームの半分以上は、木津川市にかかる。対向式ホーム2面2線の地上駅である。ホーム庁は4両編成。駅西川、 二番ホームに駅舎があり、反対側の一番ホームへは、構内踏切を利用して渡る。1997年に、臨時列車として6両編成で運転されていた、カラスマ線国際会館発高野原駅普通列車は、当駅を通過していた。新田辺駅管理の有人駅で、ピタパイ効果対応の自動改札機及び、自動生産機が設置されている。なお、 当駅から京都寄りの各駅では大阪南馬駅経由の阪神電鉄線連絡乗車券の購入ができない。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。近年駅前に商業施設が整備されている。川を挟んで対岸に国道163号山田川バイパスが走っている。駅から至る東西の道路は旧国道163号。 南北の道路は、京都府道22号八万木図線。かつては、東端鳥谷、鴨駅、笠木、月ヶ瀬口駅、上の方面行きのバスも発着していた。近鉄京都線の前身、奈良電気鉄道時代には、同車直への路線バスがあり、古くから、バスターミナルとしての性格を持っていた。1995年までは、 国道163号を走り笠ぎ、上の方面へ向かう路線があったが廃止された。合併以降は、近鉄系の会社、近鉄バスに引き継がれ、1973年に、現在の奈良交通の路線となっている。駅ナンバリングを全線で実施します。近畿日本鉄道。 http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.co.jp スラッシュオールニュースニュースインフォハポ pdf 2016年2月25日閲覧 ab ソネサトル週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手施鉄3号近畿日本鉄道に朝日新聞出版週刊朝日百貨 2010年8月29日、12から13ページ。ISBN 978から4から02から34133から4。平成19年4月1日から、近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http://www.kintetsu.jp:/news:/files:/iccard20070130.pdf2016 年2月25日閲覧。2009年4月時点では、当駅が京都線内唯一の構内踏切でもある。公有車 鉄道ファン1998年3月号通貫443号 P119AB 駅の情報山田川近畿日本鉄道2021年8月8日閲覧駅別上工人院京都線近畿日本鉄道ありがとうございます